いらっしゃいませ。いらっしゃいましょう。兄ちゃん、邪魔するなら帰ってよ。弟のぶりっぷりを見に来たのに。兄ちゃん、それを言うなら働きぶり。俺は守る。昨日からこのスーパーで働いている。本当に楽しみだ。勉強のためいつかは働いてみたいって思ってたんだよね。いやー、今日も声が出てていいわね、マモルくん。それにマモルくんのこの品出し完璧よ。こんな美しい品出し見たことないわ。それだけじゃないのよ。 Excel で商品の管理表も作ってくれて、そのおかげで以前の何倍も仕事がしやすくなったの。いやー、本当にマモルくんはすごいわ。そんなことないですよ。皆さんが丁寧に教えてくださったおかげですって。そういう謙虚なところも本当に素敵。本当そうね。マモルくんファンクラブを作っちゃおうかしら。ちょっと困るよ。何くっちゃべってんの。もう仕事始まるんだから。うわ、店長が来ちゃった。まだ休憩時間だっていうのに。店長昨日はいなかったから、マモルくんは店長に会うの初めてよね。はい、副店長にしかまだ会ったことがありません。すごく嫌なやつだから気をつけた方がいいわよ。じゃあマモルくん、お互い頑張りましょうね。はい。たく、どうせ僕の悪口を言ってたんだろうな。なんなんだよ、まったく。お、見ない顔だな。店長さん、昨日からお世話になってる鵜久森マモルと申します。よろしくお願いします。昨日から、ああ、新しい子が入るって言ってたっけ。でもこいつムカつくな。初日からあんな風に女性陣にチヤホヤされて。僕は全然女性人気ないのに若いってだけで。店長さん、どうかしましたか。いや、なんでもない。それじゃあ僕は品出しに行ってきますね。ああ、そんなことしなくていいよ。新人の仕事は別にあるから。え、君はトイレ掃除やっといて。ほら、さっさと行く。新品同様の白さにしろよ。ああ、でも副店長にはさっき品出しをやってって言われたんですけど。それ終わってからでいいですか。あのね、僕は店長なの。この店で一番偉いの。僕の言うことが聞けないならやめてもらうよ。僕がトイレ掃除しろって言ったらすぐにトイレ掃除に行きなさい。すみません、わかりました。トイレ掃除してきます。たく、近頃の若いやつはチヤホヤされてすぐに調子に乗るんだよな。パートの連中は当てにならないし、僕がガツンと言わないと。ああ、ん？なんだこれ。ああ、店長気づきました。これマモルくんが作ってくれたんです。今まで手書きで商品の在庫チェックしてたじゃないですか。マモルくんがエクセルで作ってくれたんですよね。すごいんですよ。今までの10分の1の時間でできちゃうんです。あいつ勝手なことを。あ、いや、副店長が作っていいって許可を出したんですよ。店長も使ってみてください。本当にこれ使いやすいんで。こんなものは使わない、絶対にな。君たちもこんなもの使うな。今まで通り僕の作った手書きの表を使え。返事ははいだろう。はい。ムカつく。新人のくせに出しゃばりやがって。何がエクセルだ、手書きが一番なんだよ。手書きが。たく、若いのはすぐにパソコンに頼りやがって。だからダメなんだよ。1時間後。ふう、少し休憩するか。で、なんだ、休憩室に誰かいる。たまにはジュースでもおごってやるかな。こういうところで好感度アップしておかないと。おーい。たく、店長のやつありえないわよね。なんでいつもああなのかしら。あ、僕の話をしてる。本当よ、自分がパソコンまともに使えないからって。アナログアナログ。せっかくマモルくんのおかげで楽になったと思ったのに、またこのやりにくい表で管理しなきゃいけないなんてね。いっそのこと、マモルくんが店長になってくれたらいいのにな。あ、それ思った。店長がよく怒らせるクレーマーのおばさんとかも、マモルくんはうまくなだめてくれたしね。ねえ、
今の店長はパートに八つ当たりとかひどいし、マモルくんが店長だったら働きやすくなるのにな。ち、あ、やば、今の聞こえてたかな。聞こえてたかも。どいつもこいつも守る守るって、あんなやつのどこがいいんだ。ただ若いだけだろ。仕事なんか僕より全然できないのにさ、若いってだけでいい思いばっかりしやがって。僕が社会の厳しさってのを教えてやる。はぁ、だいぶ綺麗になったな。綺麗になると嬉しいや。守るくん、あ、店長どうですか。綺麗になったと思うんですけど、もう少しやった方がいいですかね。いや、そんなことよりなんでそんなもの使ってるんだ。え、君はまだ若いんだ。素手でトイレ掃除しなさい。素手で？当たり前だろ。トイレブラシを使うなんて10年早い。最初から道具になんか頼ってたらろくでもない人間になるぞ。素手でトイレ掃除が終わったら、その後は店の外に立ってずっといらっしゃいませと叫び続けろ。わかったな。あ、はい。めちゃくちゃだ、素手でトイレ掃除するなんて。そして外は大雨。そんな状況で外に出ていらっしゃいませと言うなんて。でもスーパーで働く若い人はみんなこんな経験をしてきているってことだよな。この業界を変えていきたい、そんな風に思ってしまう。とにかく今は自分のできることをしよう。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はあ、寒いしびちょびちょだ。傘もささないように言われたからな。でも頑張らないと。いい君だぜ。え、ま、守くん何してるの。こんな大雨の中外になんかいたら風邪ひいちゃう。早く中に入って。ほら、おいおい、止めるんじゃないよ。僕がやれって言ったんだから。店長、これはさすがにひどすぎます。守くん、中に入っていいよ。でも店長が。いいから。はい、タオルありがとうございます。ち、まあいい、これからだ。これからとことん追い込んでやる。寒い、これ風邪ひいちゃうかも。こんなことして何の意味があるんだろうか。俺にはさっぱりわからないや。ち、近頃の若者は弱っちいな。すみません。まあいいや、君には大して期待してないからさ。そうだ、守くん、携帯の電話番号を教えといてくれ。電話しなきゃいけないこともあるからな。はい、これです。あ、ありがとう。これで休日でも何でも呼び出せるな。数時間後。いやー、昼飯うまかったな。よし、じゃあ守くんにこれから地獄を見せてやる。守くん見てろよ。チヤホヤされてる君が悪いんだからな。さてと、次は守くんに害虫駆除でもやらせようかな。もちろん素手で。おーい、守くん、守くん。あ、守くんは。おい、守くんを知らないか。え、守くんなら店長がお昼休憩に外に出ている間に帰りましたよ。店長によろしくお伝えくださいって言ってました。はあ、あいつ勝手に帰ったのか。許さない、ありえないだろう、午前中で帰るなんて。近頃の若いやつの常識はどうなってるんだ。もういい、あんなやつやめさせてやる。もしもし、守くん。ああ、店長、今日はありがとうございました。すみません、最後直接挨拶ができず。そんなことどうでもいいんだ。今どこにいるんだ。え、家にいますけど。家にいるだ。君ね、新人が午前中で勝手に帰るな。お前はもうクビだ。え、じゃないよ、君勝手に帰ったろうに。だからクビだ。ありえないだろう、店長に許可を取らずに早退だなんて。副店長に行ったって言っても無駄だからな。言ったろう、店長が一番偉いんだって。一番偉い僕に言わなきゃいけなかったんだよ。勝手に帰ったって。僕、元から午前中までだったんです。というかクビって。
僕、職場体験の中学生なんですが。え？職場体験の中学生？はい、今日の午前中までが体験の予定だったんです。僕としてはもう少しやりたかったんですが、学校の決まりなんですよね。そんな嘘が通用すると思ってるのか。嘘じゃないですよ。副店長に聞いてもらえればわかると思いますけど。じゃあ聞いてやるよ。そんなくだらない嘘をつくなんて本当に許せない。副店長、副店長、どうされましたか。うぐもり守るっていたろう。あの子って新しく入ったバイトだよな。何言ってるんですか店長。守くんは職場体験に来た中学生ですよ。店長に職場体験を受け入れていいか聞いたら、いいって言ってたじゃないですか。それで受け入れたんです。え？でも社員になってほしいくらいの逸材ですよね。しっかりしててとても中学生に見えないし。ああ、お金払うからもうちょっといてほしかったな。嘘だろ、あんな中学生いないだろう。その気持ちはわかりますよ店長。私が中学生の頃ってもっとアホでしたもん。じゃあ私は仕事に戻りますね。なんだよそれ、ありえないだろう。僕が職場体験者ってことがわかりました。ああ、ならよかったです。まずい、僕は職場体験に来ていた子にあんなことを。学校に言われたら大問題に。守くん、何でしょうか。今回の職場体験であったことを全て忘れてくれないか。あれはほんのジョークなんだよ。え、それは無理です。 お願いだよ。だってもうすでにこの業界の問題点と改善案をレポートにまとめましたから。これを学校とそちらのスーパーの本社に提出するつもりです。2日間職場体験でお世話になった恩返しに、僕にできることってこれくらいかなって思って。え、やめてくれ。そんなことしたら僕は。そうですね、店長さんには不利益になることが書いてあると思います。ただ上司のせいでパートさんや社員さんが苦しんでる状況を変えたいんです。パートさんにも社員さんにも本当によくしていただいたので。それじゃあ失礼します。レポートお店の方にも送るので、よかったら読んでくださいね。待ってくれ守くん。翌日、田中くん、うぐもり守くんという子からこのレポートをもらったんだが、どういうことかな。あ、いや、それは守くんの妄想で。パートの皆さんに事前に話を聞いているんだ。実際に君がやっていたと言ってるぞ。守くんの学校からもお怒りの電話をいただいている。この責任どう取ってくれるつもりだ。これから心を入れ替えて頑張ります。だから許してください。反省してますから。守くんより君の方がよっぽど中学生みたいだね。君に次のチャンスはないよ。パートさんからも君を辞めさせてほしいという声が多かったからね。あいつら、パートさんたちが悪いわけじゃない。君に人望がないのが悪いんだ。僕も守くんみたいに若かったら。まだそんなことを言ってる君に成長はないだろうね。クビにして正解だ。じゃあこのスーパーの敷居を二度とまたがないでくれよ。守くん、本当に申し訳なかった。いやいや、社長さんが悪いわけじゃないんですから、頭を上げてください。いや、私の責任だよ。私の会社なんだからね。かっこいいな、そう言えるの。そうだ、あの店長さんはどうなりましたか。守くんからは心を入れ替えるようだったらクビにしないでほしいと言ってもらったけどね。私には店長が心を入れ替えようとしているとは思えなかった。だからクビにしたよ。そうですか、それならしょうがないですね。これ店長から預かった慰謝料と私からの慰謝料だ。
そんなの受け取れません。受け取ってくれ、私の気が済まないから。ああ。それと、マモル君、レポートありがとう。あれを活かしてスーパーのやり方を変えたら売り上げが伸びたんだ。それは良かったです。少しでも恩返ししたかったですから。それでなんだが、マモル君、うちで働かないかい？いや、まだ僕中学生ですから。そう言っていただけるのはありがたいですけど、高校生になったらぜひバイトさせてください。いや、バイトじゃなくて私の立場になってみないか？え、社長さんの立場って、僕が社長になるってことですか？ああ、そういうことだ。無理です。無理ですよ。無理なんてことないだろう。未成年者が代表取締役に就任することは法的に禁止されているわけではなくて、代表取締役になるには最低でも15歳以上のものとされているからな。守君はもう15歳になるだろ。いや、でもずっと後任を探してたんだよ。無理にとは言わないが、考えといてくれないか？はい、わかりました。ありがとう。それじゃあまた、マモル君。はい、また。その後、俺はその会社の社長になることはお断りした。魅力的な提案だったけど、今はまだ一つのことをやるより、いろんな経験や勉強をして自分の力を伸ばしていきたいって思ったんだよね。それに会社を経営するときは兄ちゃんとやりたいって決めてるんだ。兄ちゃんは俺の持ってないものを持ってる。そして俺は兄ちゃんが持ってないものを持ってる。二人で力を合わせれば最強だって天国の父さんが教えてくれたから、それを試してみたいんだよね。兄ちゃんが同じ気持ちかわからないけど、少なくとも俺はそう思ってる。よし、これからもっともっと成長して天国の父さんを喜ばせられるよう頑張るぞ。ああ、反抗期ってやつかな。こういう時どうすればいいか全然わからないや。ああ、反抗期ね。わかる、わかるわ。え、 あなた誰？俺はレオン。君の名前は？私はアズサ。アズールはさ、アズール？うん、アズールはアズールだよ。誰のこと？君のこと。え？そんなことよりさ、アズール、反抗期で悩んでんだって？うん、俺も悩んでんだよ。え？若そうに見えるけど、お子さんいるの？あ、子供はいないよ。いるのは弟の守だけ。弟さんが反抗期なの？そうなんだよ。ちょっと聞いてくれる？え？実はね、ねえねえ守、ツイスターゲームやらない？やらない。え？じゃあポッキーゲームは？やらない。じゃあさ、王様ゲームは？やらないよ。兄ちゃん、俺今の時期忙しいんだ。外に行って近所の子供たちと遊んできてよ。守が冷たいね。反抗期でしょ？いや、繁忙期なんじゃない？うまい。山田君、アズールさんに座布団1枚差し上げて。うい、どうぞます。え？お、ありがとう。失礼するです。ん？誰あの子？神。え？神の気まぐれで今山田君になりたいんだと。だから俺は神のために座布団を渡す機会を今作ってんだよね。わけがわからない。こんなことよりさ、アズールは何に悩んでたの？ああ、いや、高校2年生の娘が最近私と口を聞いてくれなくて、多分反抗期だよね。それは違う。え？なんとなく、なんとなくだけど違う気がする。どういうこと？わかんない。ただ俺の直感。しつこくてもいいから、よく娘さんの話を聞いてあげた方がいいと思う。あ、兄ちゃんこんなところにいた。もうすぐどっか行かないでよ。探すの大変なんだから。あ、
反抗期。何言ってんの兄ちゃん。あ、そこの方、何か兄ちゃんが迷惑かけました？あ、いや、かけましたよね。本当にごめんなさい。とにかく行くよ。ああ、めんどくせえ。行こっか。うん。なんだったんだあの人たちは。座布団くださいまし。ああ、ごめん。残念無念、また来週。ああ、さよなら。気をつけてね。この子は誰？私はアズール、45歳の専業主婦。ん？違う、アズサ。そんなブランドみたいな名前では決してない。今見たのは夢？現実？悩みすぎて変なのが見えたのかな。そんな私は今、さっきも言った通り、娘のマリのことで悩んでいる。旦那はお年頃なんだからほっといてあげろよって言うけど、さっきの変な人が言うように反抗期だけじゃない気がするんだよね。騙されたと思って、あの人の話を信じてしつこく聞いてみようか。ああ、マリー、お帰りなさい。あのさ、マリー、最近私たちと口を聞いてくれないけど、どうして？ねえ、何か理由があるなら教えてよ。言っても無駄だからいい。え？理由があるってこと？何でもない。お願い、教えて。何でもないって言ってるでしょ。あ、ちょっと待ってよ。そう言うと、マリは自分の部屋に閉じこもってしまった。でもやっぱり理由があるのか。それが分かっただけでも大収穫だ。でもその原因が分からない。その理由を知りたい。でもその後、何度も聞いたけど答えてくれなかった。どうすればいいんだろう。ああ、そうだ。あの公園に行けば、また何か手段を思いつくかも。そして翌日、私は買い物帰りに公園に寄った。すると。耐えろ！耐えるんだ、レオン！昨日のお兄さんが、正座していた。確か、レオンさんって言ったっけ？何してるの？お、アズール！久しぶり。昨日ぶりだけど。助けてくれ。しびれる。正座やめればいいじゃない。いや、それはダメだ。どうして？すもも様を昨日忘れて置いてったからだ。その自分への罰で今正座してるんだよ。すもも様？昨日の山田くん。ああ、うわいせ。あれ、レオン、何してる？すもも様、昨日はごめん、すっかり忘れてた。え、よくわからん。でもレオン、すももは気づいた。何を？座布団を差し出す側より、座布団に乗るやつが強い。山田くんより林や菊王になりたい。菊王？うい、だからレオン、座布団やって。おわ、ちょうどいい。膝の上に乗るな。うわぁ。レオン、座布団は喋らない。真面目にやるべし。ごめん、すもも様。でもきつい。いやーね、レオン、お題出して。レオンは円楽兼座布団。うわかった。俺頑張るよ。昔、池と沼の違いって何と聞かれて、カッパがいるかどうかだと孫娘の携帯電話におじいちゃんが答える CM が一時期、評判になりました。そこで今回、すもも様には、孫娘から様々なものの違いを質問されたおじいちゃんになって、質問内容を確認してもらいます。私が孫娘になって、教えて教えてと言いますので、返事を返してほしいんです。うい、できた。すもも様。なーに？渋谷の小ギャルと山の小猿の違い。教えて！教えて。小ギャルはヤンキーで小猿はモンキー。うまいじゃないの。座布団一枚。すもも様、そろそろ限界が。まだまだ。まあ、私は一体何を見せられているんだろうか。そこの人、何しに来た？いや、ちょっと相談が。すももが聞いてやる。え？すもも様に
相談してみな。きっと解決する。ハリー、私の娘が口聞いてくれないのに何か理由があるのは分かったんだけど、その理由が分からないの。それで悩んでて。ディープなお題でも、スモモは答える。分からないときは学校で先生に聞く、それが一番。スモモ様、そろそろいい。なん、次のお題をくれ。学校の先生に聞くか。確かにそれはありだな。やっぱりあの公園に行くと道が開ける。よし、早速聞いてみよう。そして私は早速学校の先生に電話をしてみた。はい、噂中学です。佐々木の母ですが。あ、マリさんのお母さん、どうされましたか。ん、どこか先生の様子がおかしい。実は最近マリの様子がおかしいんですよね。学校で何かあったりしてませんか。あ、いや僕は知らないですね。本当に。本当ですよ。そうですか。あ、じゃあこれから会議があるから失礼します。あ、ちょっと。そう言って電話は切れてしまった。いや、これ絶対に何かあるでしょう。私はマリの帰りを待った。マリ、お帰り。先生から話を聞いたよ。え、嘘だよね。本当よ。全部知っちゃったの。うん。なんで隠してたの。母さんやお父さんに心配かけたくなかったから。心配かけたくなかったって、マリの辛そうな顔を見る方が私たちは辛かったのよ。ごめんなさい。マリの口から全部話して。うん。もちろん全部釜をかけただけ。まさか本当に学校に理由があったとは。やっぱりスモモ様は神なんだな。もう知ってると思うけど、最近嫌がらせを受けてるの。ハルミって言うんだけど、理事長の娘なんだ。ええ、聞いてるわ。そこまで聞いてるんだね。先生たち理事長の娘だからって嫌がらせを黙認してたのに。母さんに言うなんてどうしたんだろう。でもなんで嫌がらせを受けるようになったの。それは私が他に嫌がらせをされている子を助けようとしたから。そしたらターゲットが私に変わっちゃったんだよね。ターゲットが自分に移るのを恐れてるから私にも近寄らないの。許せない。私学校に文句言ってくる。え、いいよ。ダメだよ、こんなのおかしいもの。あ、待って。そして私は学校へと向かうことに。先生たちも理事長も理事長の娘も許せない。ガツンと言ってやるんだから。私が学校に行こうとしていると道にレオンさんがいた。なんかビッコ引いてる。どうしたんだろうか。あ、アズール、どうしたの。あ、足がしびれて。俺行かなきゃいけない場所があるのに。急いでるからほっときたいんだが、レオンさんには恩があるしな。どこに行きたいの。噂中学。え、噂中学。私もちょうど行くところ。じゃあそこまで連れてって。え、どうやって。に、二人三脚で。なぜ。遅刻しちゃう。はい、紐巻いて。あ、ちょっと。一、二。うわー、ちょっと早いよ、足しびれてんだから。そして私はなぜか二人三脚で学校に着いた。失礼します、先生に用があって来ました。ああ、マリさんのお母様と。そちらは。え、なんでここまでついてきてるの。兄ちゃんです。え、あ、そうですか。はじめまして。はじめまして。もういいや。で、用って何ですか。マリ、学校で嫌がらせを受けてますよね。アルミさんっていう理事長の娘さんに。あ、いや、お電話でも言いましたが、何もないですって。アズール、こいつ嘘ついてるよ。だよね。
嘘だなんて。ここにいる奴ら、みんな嘘つきの目をしてる。今にも鼻が伸びそうだ。マリに聞いて、全部知ってるんです。あ、いや、違うんです。嫌がらせとかじゃなくて、マリさんにも悪いところがあって。ピー！え？また嘘ついてる。だから嘘では。こいつ信用ならないよ。やっぱりここはやばいよ。見に来てよかった。アズール、安心して。この学校は変わるから。変わる？ああ、ちょっとごめん。その時、私の携帯が鳴った。ん？この電話番号は？もしもし？マリさんのお母様ですか？マリさんがアパートから飛び降りて、今意識不明の重体なんです。え？どうしたの？私の娘が。娘さんがどうかしたのか。あなたは。この学校の理事長だよ。これに懲りたら、我が校の教育方針に二度と口を出すんじゃない。あんたね、あんたの仕業？あんた、何か知ってるんでしょう。アズール、落ち着いて。こいつからは腐ったみかんの匂いがする。こいつは俺が成敗するから。アズールは娘さんのところに行って。今、娘さん大変なんでしょ？わかった。ああ、お前みたいな若造が、わしを成敗するだと？笑わせるな。はい。勘弁してください。ん？そこで、理事長が土下座してた気がする。気のせいだよな。混乱しすぎて、そう思っただけだろう。そして、私が病院に着くと、マリー！マリが病院のベッドで横たわっていた。なんでこんなことに。あら？あんたがマリの母親？あなたは？私はハルミよ。理事長の娘。あなたがマリを落としたの？人聞きが悪いな。ただ、母親にチクったでしょ？アパートのベランダから飛び降りないと、明日からさらにひどい目に遭わせるよって。LINE を送っただけ。パパにあんたが学校に来ていることを聞いてさ、ムカついてその LINE を送ったのよ。まさか本当に飛ぶとはね、めっちゃウケるわ。許さない。被害届を出しますから。別に好きにすれば。私のパパは理事長だから、もみ消してくれるから。パパ警察にもつながりがあるから、もみ消しなんて簡単よ。ではうちも父を呼びます。勝手にすれば。父親なんて呼んでどうすんの。マジウケるわ。警察署長をお願いします。え？何？警察署長？そして私は警察署長に全てを話した。警察署長とは旦那のことだ。あれ？知らなかった？私の夫は警察署長よ。え？本当に？冗談でこんなこと言わないわよ。いや、許して。許すわけ。とでも言うと思った？え？残念ね。他の警視生と私のパパが懇意にしてるのよ。あんたの旦那にもきっとストップをかけてくれる。あ、それは無理じゃないかな。は？あんた誰よ。あなたはレオンさんの。レオンの弟のマモルです。無理ってどういうことよ。はい、これ。何この写真。君のお父さんとその警視生とヤクザが一緒にいる写真。なんでこんなものが。え？実は俺たち噂中学を買収しようと思っててさ。え？いや、噂中学俺たちの母校なんだけど、最近悪い噂しか聞かないから買っちゃおうって兄ちゃんとなったの。買う？うん、そうだよ。で、学校のことをいろいろ調べてたらこんなのまで知っちゃったんだよね。ああ、旦那さんが警察署長なんでしょ。旦那さんにこの写真あげて。あ、やめて。今頃君のお父さんにも同じことを言ってると思うよ。俺と兄ちゃん、君たちみたいな人のこと大っ嫌いなんだよね。ああ、私が学校を飛び出す前に見た光景は気のせいじゃなかったのか。後から知ったんだが、実はこの兄弟、全然そんな風に見えないけど、うぐもり兄弟っていう経済界の大物だったみたい。兄のレオンさんは投資の天才で、人を見る目がずば抜けていて、有能な人材を引き入れ
自分の持っているいくつもの会社を大きくしてる。そしてその兄が持っている会社を敏腕な経営術でさらに大きくしたのが守さん。そんな有名人だったとはびっくり。その後晴美は殺人未遂で逮捕された。マリの携帯にはベランダから飛んで死ねとの LINE が入っていたからだ。そして理事長もあの写真が証拠となり捕まった。晴美は家庭裁判所の決定により検察に逆送され、大人と同じ刑事裁判で禁錮刑以上が言い渡された。26歳ぐらいまでは少年刑務所に収監されることとなった。もちろん理事長とグルになっていた警視正とヤクザも逮捕。汚いお金のつながりがあったそうだ。刑務所行きになったらしい。なんでこんな目に。あんた鵜久森兄弟を怒らせたんだってな。お前の人生終わったな。どういうことだ。刑務所から出ればきっとわかるさ。教えてくれよ。この件で晴美を含め刑務所に入った人たちは囚人たちから終わったなと口々に言われて刑務所を出るのを怖がっているらしい。刑務所から出たら何が待ち受けているのだろうか。ちなみに学校の先生たちは全員クビに。学校を去ることになった理由が噂になり二度と教壇には立てないそうだ。その後マリは無事回復することができた。噂中学を買収した鵜久森兄弟が名医と呼ばれるお医者さんを用意してくれたんだよ。本当にあの兄弟には感謝しかない。ああもちろんスモモ様にも。レオンさん、マモルさん、ありがとう。ここまでしてくれて。いや俺たちの学校の生徒なんだからこれぐらいするのは当たり前だよね、兄ちゃん。あー、え、兄ちゃん何してんの。授業を考えてんの。え、授業。いや、せっかく学校を買収したから授業しようと思って。やめた方が。え、私も見に行ってもいい。ダメ、絶対。なんでよ。なんでも。結局見せてもらえなかった。見たかったのにな。きっとはちゃめちゃだったんだろう。そう思ってたんだけど。授業を受けたマリに聞いたら授業を受けた生徒はみんな泣いてたらしい。レオンさんまで。どうやら命の大切さについて語ったとか。レオンさんの言葉は生徒一人一人に届いたようだ。いやもう全然普段のレオンさんから想像つかないよね、そんなの。でもレオンさん、両親を交通事故で一度に亡くしたことがあるそうだからな。その時の話をしたのかもしれない。それからマリは学校生活を楽しく送っている。もうどんなことがあっても飛び降りないと約束してくれたし、これにて一件落着。本当によかった。座布団いるか。え、神。スモモは気づいた。やっぱり山田が最強。おう、もらおうかな。なあ、守る。あ、どうしたの兄ちゃん。俺さ、強くなりたい。え、強く。おう。兄ちゃん、急にどうしたの。実はさ、こんなことがあって。スモモはこうするべきだと思う。へえ、でもリンはもっとこうした方がいいと思うよ。私的にはこっちもありだと思う。おーい、師匠たち、何してんの。今スモモたちは大人の話をしている。お子様は向こうに行ってるます。ごめんね、レオンくん。レオン、早くあっち行って。俺、大人の話に混ぜてもらえないの。お願いだよ、仲間外れにしないでよ。レオン、しつこいます。うわぁ。安心しろ、峰打ちだ。スモモ、レオンが息してない。ああ、間違えたます。寸止めしようとしたのに当てちゃったます。レオン、すまん。今犬塚を呼ぶ。どうしましたか、お嬢。犬塚、レオンを助けて。え、なんでこんなことに。スモモが聖剣でレオンの蓮をお峰打ちしてしまったます。なんてことを。てなわけで俺、自分の弱さを痛感したってわけ。弱いから大人だと認められてないんだよね、きっと。心にも体にもめっちゃくちゃダメージを負ったんだよね。
俺、精神も体も鍛えたいと思ってさ。兄ちゃん、今回のは同情するよ。で、俺ボクシングジムに通うことにした。え？ボクシングジム？うん、実は知り合いに誘われたんだよね。知り合い？うん、あれは今朝のことだった。今朝なんだ。どうすれば強くなれるかな。あ、ねえねえ、そこのおばあちゃん、どうすれば強くなれると思う？え？あたしかい？え、兄ちゃん、散歩してるおばあちゃんに声をかけたの？うん、いいから最後まで聞いてよ。俺、おばあちゃんなら知ってると思うんだよね。なんか知らない、強くなる方法。ボクシングとかどうだい？え、ボクシング？ああ、私が行ってるボクシングジムがあるんだけど、そこならきっと強くなれる。あんたはいい目をしてるしね。ありよりのありだね。じゃあ、リネ交換しようよ。今度連れてって。リネ？ LINE のことかい？これはね、LINE って言うんだよ。え、そうなの？おばあちゃんすごいな、物知りだ。おばあちゃん、名前は？私はマサコだよ。ああ、マサちゃんね。マサちゃんよろしくね。俺はレオン。ああ、レオンちゃん、よろしくね。ツッコミどころ満載だね。ボクシングジムに通ってるおばあちゃんって何？それに、なんでおばあちゃんに LINE の読み方を教えてもらってんの？そして、なんであだ名つけてんの？ああ、全部俺にもよくわかんない。だろうね。ってことで、マモルも行くでしょ。ボクシングジム。え？え？違うの。マサちゃんに LINE 知った。マモルも行くって。まあ、面白そうだから行ってみようかな。じゃあ、今から行くよ。え？今から？うん。わかったよ。行こうか。ああ、めんどくせえ。行こっか。俺は鵜久森守。不思議な兄ちゃんと二人で暮らしている。俺たちの両親はすでに他界しているから、俺とお兄ちゃん、二人で助け合って生きていた。そんな俺たちは今、会社の経営者として働いていて、多忙ではあるんだけど、たまには気分転換にボクシングもいいかな。そう思って、俺は兄ちゃんと一緒にボクシングジムに行くことにした。頼もう！兄ちゃん、それじゃあ道場破り。ああ、君たちかい。まさこさんの紹介でボクシングをしたいってのは。わしは会長の根本だ。まさこ？ああ、まさちゃんのことね。まさちゃん？ああ、すみません。そのまさこさんの紹介です。そうかい。いやー、まさこさんから面構えのいい若者だって聞いてたけど、本当にいい顔をしている。ちなみに、どんな目的でボクシングをしたいんだい？強くなりたい。おお、強くなって何をしたいんだ？強くなって大人の階段を登りたい。そして友達の輪に入りたい。そうか。兄ちゃん。で、君たち、今日は体験入会ってことでいいんだよね？はい、お願いします。そういえば今日はもう一人体験入会がいるんだが、時間を過ぎてるのに来ないな。先に始めてるか。チェース。ああ、遅れてすみません。ああ、君がケン君か。そうっす、よろしくお願いします。ケン君は確かライセンスを持ってるんだよな。おっす、ライセンス持ってます。ライセンス？プロってことだよ。へえ、すごいんですね。守る、なんか匂うよ。え？匂う？あの人匂う。ただもったいない匂いな気がするんだよね。ああ、そういうこと。うん、どうかしたかな？ああ、いや、なんでもないです。よし、俺の腕前を一丁見せたるかな。よし、じゃあ早速練習を始めようか。じゃあまずは縄跳びから始めようか。体力作りに縄跳びは重要だからな。ああ、それ俺パスで。もうプロの俺には必要ないんで。そうか。じゃあ二人はやるか。おう、俺めっちゃ得意。はい、東京タワー。兄ちゃん、すごいけど、それあやとり。早く縄跳びするよ。オッケー、守る。よし、じゃあ3分間な。始め。うわぁ、結構辛いな。最近あんまり運動してなかったからな。あ、兄ちゃんすげえ、めっちゃできてる。息も切れてないし、って、あ、なんかおかしい。あー、兄ちゃん、何やってんの？何って縄跳びだけど。なんで両手に縄跳び持ってんのさ。縄ぶん回してるだけじゃん。あ、いや、めっちゃ達人感出したくて。兄ちゃん、真面目にやらないと大人の階段登れないよ。ああ、それはやだな。そして3分後。うぅ、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 きつい。いや、
本当にきついね。運動は久々だしな。最初はそんなもんさ。よし、本当は最初はやらないんだが、サンドバッグでも叩いてみるか。楽しいからな。よーし、来た来た。俺これがやりたかったんだよね。あれ、あんま動かないな。もっとドンガラガッシャーンとかなると思ったのに。うりゃー、うわ、動いた、やったー。あれ、うわー。兄ちゃん、どんまい。これでよくボクシングやろうと思えるよな。情けねえやつ。なんか言いましたか？情けねえやつって言ったんだよ。ボクシングはな、選ばれし者しかできねえんだよ。選ばれし者？そうだよ、俺みたいな神に選ばれし者しかな。あ、俺はこの前神に仲間外れにされた。兄ちゃん、自慢することじゃない。別に神とかはないぞ。ボクシングは誰だってできる。ああ、会長さんも分かってないみたいっすね。じゃあそろそろリングに上がるか。ちょっとリングに上がって練習してみよう。ああ、リング、ちょっと待って、俺が見本見せてやるよ。ああ、おい、リングにいる奴ら、どけどけ。今から俺様の神業を見せてやるよ。おい、何言ってるんだ。おい、邪魔だ。どうかねえ奴はやっちまうぞ。すると、リングにいた人たちは皆降りていったが、一人、老人がポツンとリングに残っていた。あれ、マサちゃん、いつの間に。おや、レオンくん来てくれたんだね。おい、てめえもどけよ。早くどけっての。俺が神業を披露するんだからよ。どかないよ。あ、リングはプロの俺様が使う。素人は帰れ。私に勝てたらいいよ。はあ、てめえ俺のこと舐めてんのか。あんたこそ私のこと舐めてるだろ。はっ、いいだろう、やってやるよ。やばい、止めないと。え、止めなくていいと思うよ。どうして。まあ見てなって。でも。まあ大丈夫だろう。そして雅子さんと健さんの試合が始まった。本当に大丈夫なの？ああ、大丈夫。そして、ゴングが鳴った。俺に逆らったことを後悔させてやる。あんた死ぬよ。俺は現役ボクサー。あ、はあ、遅い。すごい。ね、言ったでしょ。雅子さんが拳を出した瞬間、ケンさんは尻をついていた。ゴングが鳴っても喋ってるとか舐めてるのかい？あんたプロボクサーなんかじゃないね。くそ、ババア。許さねえぞ。あれ、立てない。シンを殴ったんだ。しばらくは立てないだろうよ。俺、次はレオンちゃん。あんたの番だ。俺はいいや。つべこべ言わず上がりな。プロになるんだろ。そんなこと一言も。兄ちゃん、ファイト。次はあんただよ。は？あんたらはなかなか見込みがある。こんなエセボクサーじゃなく、世界を取れるボクサーに育ててやるよ。すごいな。お前ら雅子さんにそこまで言わせるなんて。雅子さん、何者なんですか？この人はうちのトレーナーで、女性初のプロボクサー。世界ランカーでもあった人だ。アメリカで黒人さんを KO したりしたそうだぞ。すごい人ですね。こら、逃げるんじゃない。守る、助けて。待ちな。根本さん、俺、お腹が痛くなってきました。帰ってもいいけど、雅子さん、自分の気に入った人は家まで押しかけて、引きずり出すからな。なんですか、それ。うわぁ。まだまだ、あんたはこんなもんじゃないよ。俺、初心者。強くなりたいんだろ。あ、そうだった。よし、雅子さんかかってこい。あ、やっぱ無理。勝てない匂いがプンプンする。だから逃げるな。ちょっとタンマー、こうなったらロケットパンチ。ダメだ、飛ばない。グローブを飛ばそうとするんじゃない。ストレートはこう。こうして兄ちゃんはボロボロに。そしてもちろん俺もその後同じ目にあった。根本さん曰く、俺たちは雅子さんにめちゃくちゃ期待されてるとか。雅子さんは普段初心者にこんなことをしないそう。お疲れ様。明日もまた来るんだよ。あんたらはきっと世界を取れる。世界。兄ちゃん、目が輝いてない？守る、匂いよ。俺たちこの人についていけば世界を取れそう。雅子さん、よろしくお願いします。
よく言ったレオンちゃん。兄ちゃん、明日から二人は世界を目指すトレーニングをしていくよ。なんで俺まで。その日の帰り道。ねえ、守る。兄ちゃん、なに？俺、どうしてボクシングやってんだっけ？え？あ、そうか。世界を取るためか。よーし、頑張ろっと。兄ちゃん、違ったような。3ヶ月後。あんたらは強い。自信を持っていきなさい。うん、マサちゃん。あ、はい。守る、うぐもり兄弟の強さ見せてやろうぜ。そうだね。あれ、なんで俺たちプロテスト受けてるの？そして、やった！やったね、あんたたち！マサちゃんのおかげだよ！これで世界を目指す準備ができた！社長、副社長、やっと見つけました！この3ヶ月間何やってたんですか？二人が急に失踪したって大騒ぎだったんですから！君、誰？タロなんて知らない。俺は、世界チャンピオンを、これから目指すんだけど。私はタロタロですよ。レオンさんがあだ名つけたんでしょ。ああ、タロタロか。あ、俺なんでここにいるんだっけ。ああ、確か大人になるために強くなりたいと思って、ボクシングを始めたんだった。ああ、そうだ。確かそんな理由だった。うぐもりグループに戻ってきてください。うぐもり兄弟がいなきゃ、うちの会社は終わりです。レオンさんは人を見る目がズバ抜けていて、有能な人材を引き入れ、自分の持っているいくつもの会社を大きくしてくれました。そして、そのレオンさんが持ってる会社を敏腕な経営術でさらに大きくしてくれたのがマモルさん。二人がいなきゃうちは回らないんです。ごめんなさい。兄ちゃんとマサコさんに流されすぎてしまった。痛恨のミスだ。ごめんね。でもさ、俺、ちゃんと俺たちの代わりの人材は育ててきたはずだけど、その人たちがうぐもり兄弟がいないならやらないって言い始めたんですよ。みんなわがままだな。兄ちゃん、その人たちみんな兄ちゃんのわがままに付き合ってうちにいるからね。待ってる人がいるなら行きな。え、まさこさん、でも私は分かってたよ。あんたらはボクシングじゃなくても世界を取れるって。トレーナー人生の最後に夢を見たかったんだけどね。まさちゃん、まさこさん、行けよ。大丈夫だ。お前らの代わりに俺がまさこさんを世界一のトレーナーにする。お前らはお前らのリングで戦え。ケンさん、頼んだよ。ケン、必ずまさちゃんを世界一のトレーナーにして。ケンさんならきっとできる。兄ちゃんが認めた人だから。ああ、今のケンからは本当にいい匂いがする。いつか世界のてっぺんを取れるよ。これも全部お前らとまさこさんのおかげだ。まさこさんやお前らと練習した3ヶ月間が俺を変えたんだ。俺、お前らと練習した日々を忘れない。俺だって忘れない。俺は、私だって。こうして俺たちはケンさんに夢を託してボクシングジムを辞めることになった。いや、いい3ヶ月間だったな。ってなんか、俺この3ヶ月間少しおかしくなってた気がする。まあいっか。そしてその数日後。師匠たち、俺強くなったよ。大人になったんだ。だから仲間に入れてくれるよね。だから今日呼んでくれたんだよね。え、何言ってるマス。どうしたのレオンくん、大丈夫？え、まあいい。じゃあ行くマス。せーの、レオンくん、お誕生日おめでとうマス。え、誕生日。うい、スモモたちはレオンの誕生日を祝う計画を立てていたマス。そうだよ。はい、これ誕生日プレゼント。私たちが犬塚に手伝ってもらいながら作ったマフラー。師匠、スモモ様、先生、ありがとう。俺、めちゃくちゃ嬉しいよ。本当にありがとう。うわ、レオンくん泣いてる。涙の数だけ強くなれるマス。レオン、いい一年にしてね。ありがとう。ありがとうみんな。兄ちゃん、これじゃあ強くなる必要なかったんじゃ。まあいっか。兄ちゃん、誕生日おめでとう。こうして俺たちのボクサーとしての短い人生の幕は閉じた。その後、あのケンさんがマサコさんと一緒に世界チャンピオンまで上り詰めるのはまた別の話。ケンさん、プロってのは嘘だったけど、あれからマサコさんに倒されたことをバネに俺たちとめちゃくちゃ頑張ってたんだよね。マサコさんに鍛えられたおかげか、性格もかなり良くなってたし、本当に良かった。ケンさんとマサコさんの努力が報われて、いやー、あの3ヶ月間本当に充実してたな。あの3ヶ月間のおかげで根性がだいぶついて、
俺も以前より仕事がうまくいくようになった。雅子さんに本当に感謝だ。よし、俺たちも雅子さんや健さんに負けないように頑張るぞ。ねえ、ちょっと。お、なんだよ。また私の化粧品がなくなってるんだけど。はあ、そんなの知らねえよ。自分で使ったんじゃねえの。使ってないわよ。じゃあなんだって言うんだよ。まさか泥棒でも入ったとか言うつもりか。違うわ。じゃあ何が言いたいんだ。今日うちにあきほちゃんが来たでしょ。うん、なんでわかるんだよ。あきほちゃんが来るとうちからお菓子が消えるからよ。ああ、そういうことか。まあ来たけど、それがどうかしたのか。あきほちゃんが持って行ったんでしょ。はあ、あきほのせいにすんなよ。だってあきほちゃんが来るたんびに私の化粧品がなくなってるのよ。お金もなくなってる時があるし。許せねえ。はい、あきほのせいにするなんて。あきほはな、俺の大切な妹なんだよ。ただでさえあの鬼畜な旦那に捨てられて傷ついてるんだ。鬼畜な旦那って、あきほちゃんが浮気したんでしょ。そんなの浮気される旦那が悪いんじゃねえか。あきほは何にも悪くない。あなたね。ただいま。文句があるなら出ていけ。まあどうせ出れねえだろ。お前は専業主婦、一人で生きていくことなんてできないもんな。俺に養っていただいてるんだ。そこんとこもう少し理解しろよ。何泣けばいいと思ってんのか。父さん、そこら辺にしとけよ。ああ、なんだ、亮や帰ってたのか。ああ、父さん、その亭主関白っぽいのやめない。今時流行んないぜ。亮や、お前も俺に養っていただいてるんだからな。お前、医大に行きたいんだよな。大学に行かせるも行かせないも俺次第なんだよ。亮やも晴美も自分の立場をわきまえろ。はいはい。晴美はここに残れ。まだ話がある。うん。俺は風間亮也、高校生だ。俺の父さんは、まあご覧の通り、ただの亭主関白ならいいんだけど、父さんの妹で俺のおばである明穂にめちゃくちゃ甘いんだよね。何でもおばさん中心になる。俺は父さんのこと大っ嫌いだ。だけど俺の医者になるという夢のためにも我慢してるんだ。あと数年の辛抱だ。頑張ろう。その翌日。ちょいちょい、はるみさん、お兄ちゃんから聞いたわよ。何よ。私が化粧品取ったって疑ったんでしょ。ありえない、ありえないわよ。本当に最低ね、あなた。ごめんなさい。謝って済む問題じゃないわ。私はもうカンカンなんだから。ちょっと落ち着けよ、おばさん。はあ、りょうや、こんなのかばってるんじゃないわよ。お兄ちゃんに言いつけるわよ。お兄ちゃんに言いつけて大学の学費出させないようにするわよ。な、どうすればいいんですか。どうすれば許してもらえるんですか。この化粧品とそっちの化粧品交換しなさい。え、ってこれ母さんのなくした化粧品じゃないか。やっぱり。あ、なーに、何か証拠でもあるの。ないでしょ。日本は法治国家なの。証拠もないのに言いがかりをつけるなんて、本来であれば名誉毀損で訴えられてもおかしくないわよ。それを私の恩情でこんなにも済ませてあげてるの。そこんとこ理解しなさいよね。はい。そんなのめちゃくちゃじゃないか。いいのよ、いいのよ、りょうや。母さん、よくないでしょ。どうしちゃったの。盗まれたんだよ。りょうや、いいの。ああ、そっか。今日はいつもより従順だと思ったけど、お兄ちゃんがあれを言ったおかげか。あれ？ああ、別にあんたは知らなくていいの。そうよ、りょうやは知らなくていいの。なんだよそれ。じゃあこれはもらっていくわね。あ、ちょっと。じゃあお母さんは夕飯の支度するわね。こんなのおかしいだろ。その日から母さんは父さんやおばさんに逆らわなくなった。何をされても従順なんだ。何があったんだろうって。え、ごめん、ちょっとかくまって。あなた誰ですか。俺はレオン。君の名は。風間亮也。ああ、風間くんね。下の名前クロウでしょ。いや、風間なんですけど。大体一緒でしょ。そんな細かいこと気にしてる場合じゃないんだって。俺ピンチなんだから。ピンチ。おう、追われてんの。誰にですか。いろんな人。いろんな人。おう、今俺リアル逃走中してんの。何ですかそれ。うわ、来た。え、なあ風間、
何ですか畠山先生。金髪のやつが来なかったか。え、あいつこの学校の OB なんだけど勝手に校舎に侵入したんだよ。まあ変なことしないだろうしほっとけばいいか。これから授業の準備もあるしな。お前も早く教室戻れよ。はあ、うわ助かったよ。でもなんか寂しい。そういえばここ学校の屋上でしたね。うわまた来た。え、ねえねえお兄さんレオンくん知らない。いや知らないけど。ここでもないか。もしもも飽きた帰ろうぜ。でもかくれんぼの途中だしレオンくんかわいそうだよ。うん、さすがにちょっとね。しもも家でアイス食べながらゲームする。うわはいアイスゲームゲーム。行きましたよ。うわ助かったよ。でもあれなんだか涙出てきた。はい、ハンカチ。ありがとう。え、また来た。すみません、兄ちゃん見ませんでした。これから会議なのに見当たらなくて。知らないって言って。知りません。そうですか。でも兄ちゃんここら辺にいる気がするんだよな。え、なんとなく兄ちゃんと一緒にいるからわかるんだよね。あなたに釣られてくるような気がする。なんですかそれ。守るー。あ、兄ちゃんやっと見つけた。って、なんで泣いてるのさ。だってみんなね、俺のこと最後まで追いかけてくんないの。ここまで来て諦めちゃうんだから。守るだけだよ。愛してるよ、守る。苦しいよ、兄ちゃん。俺は、何を見せられてるんだろうか。とにかく、会議に行くよ、兄ちゃん。ああ、めんどくせえ。行こっか。ありがとね、はずまくん。だから、風間、兄ちゃんがお世話になりました。じゃあまた。え、また？何だったんだろうか。って、あの人に付き合ってたら昼休みもう終わるじゃん。昼飯も食いそびれた。ったく、何だったんだよ。そしてその日、俺はお腹が空いてたので、いつもより足早に家に帰った。ただいま。お、おばさん、また来てるのか。父さんもいるみたいだな。ほら、もっと肩を強く揉みなさい。そんなんじゃ全然効かないわよ。ごめん。ちゃんと秋穂の言うこと聞けよ。分かってるんだろうな。少しでも今後秋穂や俺に逆らったらお前とは離婚だ。もちろん涼也の学費も出さない。分かってる、逆らったりしない。だから涼也の学費はけなげな母親ね。せいぜい涼也のために頑張りなさいよ。母さん、どういうことだ。あ、りょうや、もしかして聞いてたの？ああ、母さんが父さんやおばさんに逆らったら離婚？なんだよそれ。ち、聞かれちまったか。まあいいか、聞いた通りだよ。あまりにも春美が生意気でムカつくからな、この条件を出したんだ。最近思いついたんだが、最初からこうすればよかった。もしかしてあの日、母さんにこの話をしていたのか。ついでにりょうや、あんたも私たちの奴隷になんなさい。もちろん逆らったら学費なし。ちょっと待って、私だけ言うことを聞けばいいって話だったでしょ。だって知られちゃったし面倒じゃない。というか晴美、何秋穂に意見してんだ。そうよ、涼也の学費出さなくていいの。ごめんなさい。おかしい、こんなのおかしいだろ。母さん、俺大学行かなくても。何言ってるの涼也。私は知ってる、今まで医者になるために涼也がどれだけ頑張ってきたか。でもまあ俺としては、涼也に学費出すぐらいなら可愛い可愛い妹の秋穂に金を出したいんだけどな。秋穂に従順な奴隷ができると考えればそれぐらい払ってもいいと思ってるだけだ。どっちでもいいぞ。大丈夫大丈夫だから涼也。お母さんが少し我慢すればいいだけだから。母さん、その後俺は少し外に出て考えた。確かに俺はずっと医者になるという夢を目標としてきた。ここまで頑張ってきたのにという思いはある。でも母さんを犠牲にと考えると、大学を諦めて父さんに逆らったらきっと離婚だ。俺が働いて母さんを楽にさせてやればいいかな。残念だけど医者になる夢は諦めよう。なんだよ、狭間くんはお医者さんになった方がいいって。あ、口に出てたか。って、え、レオンさん。やっほー、この前のお礼参りに来たよ。お礼参り。あの時はかくまってくれてありがとね。
あの後、師匠たちに、レオンくん隠れるの上手だねって褒められちった。全部狭間くんのおかげだよ。師匠、ああ、この前の女の子か。でもさ、なんで小結びらしい顔してたの？そんなお相撲さんみたいな顔してました。それを言うなら小難しいでしょ。ああね、悩みがあるなら教えてよ。俺さ、この前のお礼したいの。俺、いや、人に話すことじゃないですから。え、俺本気出していい？本気？何するつもりですか？まさか暴力？いや、オセロ。え？オセロで俺が勝ったら話して。いや、それは。いいから。そして俺はなぜかオセロをやることに。よーし、もう一回。まだやるんですか？俺が勝つまでやるよ。もう言います、言いますから。だってレオンさん、オセロ弱すぎるんだもん。これじゃいつまで経っても帰れないよ。よし、勝った。え、もしかしてわざと負けてたんですか？そうですよね、わざとでもなけりゃあんな連続して負けられるわけ。やられた。おう、おう、実はそうだったんだよね。兄ちゃん、嘘つかないの？あじぱー。え、本気で負けてたんですか？はい、兄ちゃんはオセロ激弱なんで。まず兄ちゃんにわざと負けるなんて器用なことできませんし、この前なんて赤ちゃんに負けてたんですよ。どうやって負けるんだ？まあ、とにかく話してみてくださいよ。意外と力になれるかもしれないので。ああ、はい。そしてなぜか俺はその兄弟に自分の状況を話した。だから医者を目指すのをやめたんです。やだ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 、絶対やだ。兄ちゃん、だだこねないの。絶対狭間くん、いいお医者さんになるもん。そんな風に言ってくれてありがとうございます。でも諦めるしかないんです。ああ、でも諦めなくてもいいかもです。え、ほら兄ちゃん、あれがあるじゃん。あれ？ああ、あれね。うん、あれあったよな。絶対分かってないよね、兄ちゃん。とりあえずさ、りょうやさんのお母さんもここに呼んでよ。え？あれを説明するからさ。そして俺はなぜか母さんを呼ぶことに。いや、呼ばなくてもいいはずなんだけどさ、守さんに言われたら呼ばなきゃって気がして呼んだんだよね。そして俺は母さんと二人でその兄弟の話を聞いてから家に戻った。なんだよ、二人してどこ行ってたんだ？ねえ、アルミさん、お腹すいた。今から七面鳥買ってきて。いいな、俺も食べたくなってきちゃったよ。お断りします。はあ？お前何言ってるんだ。これ見てください。は？なんだこれは。写真？アキホちゃんが私の財布からお金を取ってるところよ。あそこに隠しカメラを仕掛けて証拠を残しておいたの。何それ、ひどい。お前まだそんなことを。どっちにしろ逆らったんだから、お前とは離婚だ。証拠を見せてもそうなのね。まあそうだと思ってたから証拠を取っても見せなかったんだけどね。急に強気に出やがって。何なんだ、両家の学費は払わんからな。はあ、大丈夫だよ、それなら当てがあるから。はあ、当て？うん、奨学金を借りることにしたんだ。アホだな、お前は。奨学金で医学部？無理に決まってるだろう。医学部にいくら金がかかると思ってるんだ。それに俺と離婚するんだぞ。生活費を稼ぐのにも一苦労だろう。はあ、それは大丈夫。うぐもりグループの奨学金を借りるから。うぐもりグループの奨学金？奨学金はジャパン学生支援機構だけじゃないの？うぐもりグループが奨学金を始めるんだよ。その奨学金制度を使う第一号に俺がなるってわけ。そんな。うぐもりグループの奨学金、それは返さなくてもいい奨学金。夢を叶えた後、余裕ができたら次の学生を応援するお金を寄付してほしいとのこと。お金がなくて夢を諦める優秀な学生を作りたくない。そんな二人の思いでできたらしい。母さんの就職先もうぐもりグループに紹介してもらえたしね。もう父さんに頼る必要はないんだ。もうみんなお気づきのように、あの二人が天下のうぐもりグループを経営するうぐもり兄弟だったんだ。そんな風には全然見えなかったけど。なんだそれは。ずるいわ、そんなの。ずるいでしょ。ちなみに父さん、おばさんのためにお金が欲しくて会社のお金盗んだんだよね。は？おばさんはおばさんで、母さん以外にも近所の人のお金盗んでたんだよね。何を言ってるの？防犯カメラをよく調べてみたら、二人が話してるところが映ってたんだよ。あ、いや、ちょっと待ってくれ。話せばわかると思うの？いや、わからないね。そんなこと言わないでよ、りょうや。
リョウヤ、頼む。その後、二人は何か言ってたけど、俺は無視して防犯カメラの動画を警察に見せたよ。そして父さんは業務上横領、おばさんは窃盗罪で捕まり、その他にも余罪が発覚したことから刑務所行きに。お二人とも本当にありがとうございます。でもレオンさん、マモルさん、返さなくていい奨学金なんていいんですか？おう、いいんだよ。だいたいさ、奨学金って言ってるけどただの借金じゃん。その返済で社会人になってから苦しむ人もいるでしょ。学ぶことを進めるはずなのに借金背負わせちゃダメだと思うんですよね。はあ、まあ今のところ誰彼構わずあげるわけじゃないです。夢を追ってる人、夢に向かって頑張ってる人に限ります。俺たちで本当にそうなのか面接しますし調べます。そうなんですか。もしさ、苦労に少し余裕ができたら俺たちに協力してよ。この奨学金繋いでいきたいんだよね。今のままだと俺たちがいなくなったら奨学金なくなっちゃうから。余裕があったらでいいからさ。はい、スケールがでかすぎてよくわかんないけど、この人たちが日本を良くしようと考えていることは確かなんだろう。それに少しでも貢献できるといいな。そんな風に思いながら過ごしていたら、数十年後、俺は名医と呼ばれ、ブラックジャックと呼ばれるようになり、多くの命を救うことに。いやいやいや、俺無免許医じゃないんだけど。そう呼ばれるようになった理由はもちろんレオンさんのせい。狭間九郎、やっと気づいたけど、ブラックジャックの本名じゃねえか。そして今、俺は他の小学生や、うぐもり兄弟と共に、未来のある若者たちを応援している。どん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 、規模を大きくして、未来のある若い人たちに、繋いでいきたい。そう思ってる。世は平成。噂帳には、ハンナクオンが先頭につく言葉を言い合うゲームに、命を懸ける。パピリストという亡者たちが存在した。パックンチョー、パルシステム、ポムポムプリン、ペンタックス、中川パラダイス、ポムラ君、うわブッブー、はい負け。え、なんでよ。だって運ついたじゃん。それにそんな言葉ないでしょ。言葉はあるし、運がついちゃいけないなんてそんなルールなかったでしょ。知らないの？日本パピリスト協会が昨日新ルール追加したんだよ。日本パピリスト協会？おう、俺の父さんと俺の二人しかいないけど。おう、ヤトローも入るでしょ。うん、入るけど。というか、ポムポムプリンだってついてるじゃない。ポムポムプリンはポムポムしてるからいいんだよ。はぁ？そんなのズルだって。それに中川パラダイスの方が反則。何が？もうついてないじゃん。だってこれ最初にハンダクオンつかないとダメなゲームだよ。パピルってそういうことでしょ。お笑い芸人ウーマンラッシュアワーの中川パラダイスさんは最初がなじゃん。中川パラダイスさんは今度ニューヨークに行くから。だからパラダイス中川になるの。教えてあげる。海外では名字と名前が逆にあるんだよ。相方さんの方だから。ニューヨーク行くの村上さんだから。知らないの？コンビってのはね、一触即発なんだよ。一心同体でしょ。おっちょんぶりけ。守る、さっきからそこで遠い目してないで突っ込んでよ。いやー、どこから突っ込めばいいのかわからなくて。もういいや。レオン、もう一戦やろ。いいや、望むところじゃん。え、まだやるの？もう帰ろうよ、お腹すいたよ。ちょっちょーん、そう言うと思って。ほれ、給食室のおばちゃんからあまり大量にもらってきた。そんな大量に？もしかして私のために？いや違うよ、ヤタロウのためじゃないよ。え、じゃあなんでよ。これ何か知ってる？え、この食べ物の名前だよ。名前。え、パンでしょ。はい、アウト。え、うん、ついたから。そのためにもらってきたの？へへ、俺の勝ち。もうレオン。まあいいから食べようよ。腹が減っては歩くさできないでしょ。違うわよ、ピクサーよ。兄ちゃん、弥生さん、戦。じゃあ次の勝負はこのパンをたくさん食べた方の勝ち。望むところよ。ゆっくり噛んで食べてよ、詰まらせたら怖いから。そうだね、じゃあたくさん噛んだ方の勝ち。いいじゃない。1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8。口閉じて食べなさい。翌日、今日二人ともなんでそんなに喋らないの？
もしかして仲違いでもした？噛みすぎなんだよ。一口10分もかけるから。私は弥太郎ではなく弥生、中学2年生だ。なぜかレオンには弥太郎って呼ばれてるけど、何なんだろう。まあ細かいことは気にしない。レオンとマモルは中学に入って初めてできた友達。二人と知り合う前は。おーい、弥生ちゃん、カラオケ行かない？あ、いや、その子誘ってもしょうがないよ。断られるだけだから。え？お母さんから聞いたけど、この子の家母子家庭なんだってさ。お金がないからカラオケなんて行けないんだってね。あ、そうなんだね。ほら、私たちだけで行こう。でも。ほら、いいからいいから。ちょっと引っ張らないでよ。私の家は母子家庭でお金がなく、他の子たちみたいにカラオケやゲームセンターなどに行けない。その日食べるものにも困る時があったから、そのことから誘いがあっても断り続け、結果私は孤立することに。パンケーキ、ペンライト、ポーランドだから私はノートに半濁音の文字をひたすら書き出したりして楽しんでいた。いや、楽しくなんてなかったけど、そうやって時間を潰さなきゃ学校で辛くてやっていけなかったんだ。パリジェンヌ。ああ、やば、口に出しちゃった。よかった、誰も聞いてないみたい。うわ、ちょっと待って。え、やばい、もしかして聞かれてた？何、今のもしかして？あ、いや、しかもよりによってヤンキーっぽいうぐもりレオン君に聞かれちゃった。おしまいだ、絶対に言いふらされる。私の学校生活は今日幕を閉じるんだ。おお、そのあと見ないで。やっぱりそうだね、パピリストなんでしょ君も。え、パピリスト？おう、パピプペポの言葉を集めて勝負してるんでしょ。俺と一緒じゃん。え、パピリスト仲間を見つけられて嬉しいよ。いや、私はパピリストじゃ。え、パピリストじゃないの？じゃあまたパピリスト探さなきゃ。うわ、涙目、なんだかかわいそうになってきた。私パピリストだよ。え、本当に？うん。じゃあ早速パピろうよ。わかった。デュエルスタンバイ、俺のターン、パピオン。私のターン、ピーチジョン。兄ちゃん、俺のカバンに国語の教科書入ってたよ。って何してんの？マモルもパピル。いや、結構です。私がパピリストになってから一月経ったある日のこと。今日はどうレオン君を攻めようか。うめ、今日の放課後どうする？またカラオケ行く？ねえねえ弥生さん。え、私？ちょっと何そんなやつに話しかけてんのよ。いや、だってマキ、この子すごいんだよ。レオン君と渡り合ってんだもん。知らなかったよ、弥生さんって面白い人だったんだね。あ、いや、だからそんなやつほっとこうって。ねえねえ、今度私とも遊んでよ。ちょっと梅、何言ってんのよ。いいじゃん。いや、私カラオケとか行くお金ないし。ほら、言ったでしょ、この子の家は母子家庭でお金がないのよ。ね、こんな貧乏にかまってても無駄な時間。カラオケじゃなくていいよ、パピローよ、私もパピリストになる。え、パピるのはお金がなくてもできるでしょ。私レオン君とやってるの見て楽しそうだなって思ってたの。何言ってんのよ梅。今日の放課後とかどう？空いてる？あ、空いてるけど。じゃあ決まり、パピロ。ちょっと待ってよ、放課後は私と。ああ、マキも一緒にパピローよ。正直カラオケばっか行ってたからお小遣いなくなっちゃってさ。ね、やってみようよ。そんなのやらないわよ。何よパピルって、くだらない。お金ない奴らはお金ない奴同士で遊んでればいいじゃない。何怒ってんのよマキ。もうあんたとは友達なんかじゃないから。あらら、追いかけないでいいの？いいかな、正直マキの人を見下すところ好きじゃなかったし。友達じゃないって言われたからもういいや。じゃあ放課後ね。そしてその日の放課後、ピッチーニ。ピロリ君。あ、レオンアウト。おいよ、ピロリ君はピロピロしてるから。審判長。いつから私審判長に？ジャッジお願い審判長。レオン君の負け。おっちょんぶりけ、負けた。これだけは負けたことなかったのに。これで PAPI 世界ランキング1位は私ね。え、どうしたの？面白すぎ。ああ、レオンがでしょ。
いや、レオンが面白いのは知ってたけど、弥生さんがこんなに面白かったなんて。え？ね、今日から友達ね。いいでしょ、弥生ちゃんって呼ぶね。あ、うん。じゃあさ、弥生ちゃん、私ともパピってよ。え、いいよ。ちょっと待った、俺が先に奪われた PAPI 世界ランキング1位を取り戻すんだ。王者が対戦相手を選ぶ権利がある。私は梅さ、梅ちゃんでいいよ。梅ちゃんとパピル。残念、レオンくん。いいよ、俺一人で壁パピしてるもん。壁パピ、壁当てみたいに言うんじゃないわよ。ほら、やろう。うん。ぬぬぬぬぬ、許せない、許せないわ。私よりお金もなくてランクの低い人間が私の友達を奪うなんて、許せない、絶対に許さない。復讐してやるんだから。なんだろう、寒気を感じたような、気のせいかな。ほら、次弥生ちゃんの番だよ。あ、うん、ごめん。パンテン。ああ、王者貫禄だ。ねえ、次俺とやろう、梅太郎。誰が梅太郎よ、私は梅。いいからいいから、いざ尋常にデュエル。今日はもういいや。弥生ちゃん、一緒に帰ろう。うん、そうだね。待って、太郎たち。こうして私には親友もできた。全部全部レオンのおかげ。辛かった中学時代はレオンのおかげで一気に楽しくなった。ただ少し悩みもあった。それは上履きが隠されたり教科書が捨てられたりと、誰かに嫌がらせを受けてたこと。まあレオンや守、梅ちゃんが一緒になって探してくれたりしたから、そこまで傷ついたりしなかったんだけどね。未だにあの犯人は分かってない。そしてそんな中学時代から10年の月日が流れた。私は今とある高級ホテルに来ている。フロントは、あ、あった、あそこだ。いらっしゃいませ。すみません、岩崎弥生と申します。岩崎様ですね。少々お待ちください。あれ、お名前ないですね。本日ご宿泊のご予定ですか？あ、いや、宿泊じゃなくて。ん？というか、岩崎弥生？どこかで聞いたことあるような。ああ、あんた、中学校が一緒のあの金なし弥生じゃない。え？あ、もしかしてマキさん？そうよ、久しぶり。いや、相変わらずお金持ってなさそうな顔してるわね。そんなあんたがこの高級ホテルに何の用なの？それは、宿泊に来たんでしょ？金のないあなたを泊める部屋なんてないです。というか、泊まるお金なんてないでしょ？ああ、でもあれね、中学の時金がない奴はそのまま金がないままなのか。遺伝子ってやつ？だから宿泊じゃ。そういえば、梅とか優子もいたっけ？きっとあいつもお金ないんだろうな。今頃ホームレスでもやってたりして。ねえ、あんた、あいつが何してるか知らない？知ってるけど。まだ繋がってるの？やっぱりお金ない奴はお金ない奴同士でつるむのね。あの中学で一番出世したのは、きっと私だろうな。弥生ちゃん、お待たせ。ああ、やっと来た、梅。遅いよ。ごめんごめん、レオンくんがもう一回パピロってしつこくて。なら、しょうがないよね。え？梅？もしかして、あの梅なの？え？誰？中学の時のマキさん。あー、マキか。久しぶり。あんたもやっぱりお金なさそうな見た目してるわね。何？二人で泊まるつもりだったの？金のないあなたたちを泊める部屋なんてないから、帰った帰った。泊める？何言ってるの？マキさん、私たちここの買収の件で来たんだけど。え？買収？うん、買収の件で来たのよ。何を言ってるの？これ、名刺。株式会社、海援隊？あ、そういえば、仕事の話で海援隊の方が来るって聞いてたかも。え？でも、海援隊ってかなりの大企業じゃない？私たち海援隊の社長と副社長です。嘘でしょ？そんなわけ。あんたらごときが海援隊の社長だなんて。ちょっとパピローってば、梅太郎。え、レオンくん、ここまで追ってきたの？おお、弥太郎もいる。弥太郎もパピロー。レオンくん、なんでこいつまで。お、あいつ鵜久森レオンじゃね。そうよ、本物だわ。え、なんであいつが有名なの？
あれ、知らない？うぐもりグループって。もちろん聞いたことあるわよ。天下のうぐもりグループでしょ？うん、レオンそこの社長だよ。え？うぐもりグループの社長ってこいつだったの？あ、知らなかったんだ。は？え？いや、だってあのレオンよ。中学卒業すら危ういって言われてたレオンよ。確かに名前が一緒って思ったことあるけど、ただ名前が同じだけだと。だってパピルとかわけわかんないことやってたレオンよ。信じられない気持ちはわかるけどね。パピルはやってたじゃなくてやってるだよ。そこは現在形。え？じゃあ本当に二人は海援隊の社長で、レオンはうぐもりグループの社長？うん、そうだよ。とにかくここの社長に話があるから呼んでもらえないかな。うん、お願い。嘘でしょ、あのお金がなかった二人が。私より上？あのアホのレオンも？その後マキさんは放心状態になり、ずっとブツブツ言ってたので、私たちは他の方に社長の元へ案内してもらった。実はこのホテル経営の危機に陥っていて、それをどうにかするためうちで買収することになった。経営の危機になったのは客が来なくなったから。その理由は接客のひどさだと買収してすぐに分かった。まあマキさんみたいな人が働いてる時点で察するけどね。マキさん、申し訳ないけど、クビってこと？うん、同僚の靴とか隠したりしてたんでしょ。それで何人も辞めてったって。そんなことする人には辞めてもらうしかないよ。しょうがないでしょ、中学時代のあんたみたいに目障りな人がいたんだから。やっぱりあなただったのね、弥生の上履き隠したりしてたの。そんなのどうでもいいでしょ。いいわよ、どうせ自分から辞めるつもりだったし、あんたらの元でなんてやれないわ。じゃあね、もっといいホテルで働いてやるんだから。その後マキさんは他のホテルの面接を受けたが、マキさんの悪評は業界に広まっていたらしく、どこにも雇ってもらえず、結局再就職できず、ビジネスホテルで皿洗いのバイトをしているそうだ。なんでよ、なんで私がこんな仕事を。おい、何よ、集中してるんだから話しかけないで。ホテルのお金が消えてるんだが何か知らないか。あ、いや、知るわけないでしょ。そうか、じゃあ警察を呼ぶしか。ちょっと待って、悪気はなかったの。結局マキさんはお金に困り、窃盗罪で捕まり、その後も万引きなどを繰り返して今は刑務所で過ごしているそうだ。ポリリズム、ありがとうレオン。はい、俺の勝ち。いやー、らしくないね。ヤタロウがハンダクオン以外使うなんてプロミスするなんて。うるさい、ボンミスだ。それにパピってたわけじゃないし。レオン、本当に感謝してる、あなたに出会えてよかった。何言ってるの、感謝してるのは俺の方だよ。パピリスト一人で寂しかったところを救ってもらったんだから。まあレオンはそういうやつだよね。ね、次はちゃんとやろう。おい、俺のちゃん、パンパース。ポメラ君、よっしゃ、俺の勝ち。もう着いたし、そんな言葉ないじゃん。おい、俺の勝ち。だからあるよ、その言葉。うん、鈍感だなレオン。なになに、教えてよ梅太郎。梅ちゃん、教えなくていいからね。うん、教えない。お、そういえば中学の時も言ってなかった。あ、意外と覚えてるんだね。ねえ、教えてってば。梅ちゃん、行こう。うん、教えてよ太郎たち。でもレオンのおかげでこれほど人生が変わるとはね。お互いね。弥生ちゃんにレオンくんがつけたあだ名の弥太郎、もしかしてあの三菱財閥創業者の岩崎弥太郎からだったりして。え、そんなこと考えてあだ名つけないでしょ。でも弥太郎も最初は金がなかったみたいだよ。そこから成り上がったんだって。あ、そうなんだ。私の梅太郎ってのも最近知ったけど、坂本龍馬の変名が埼谷梅太郎だったらしいよ。で、私たちの会社名が海援隊でしょ。龍馬が作ったのも海援隊。あ、海援隊に弥太郎も入ってたそうだし、何かすごくない？う、そうだね。レオン何も考えてないだろうに、こうなるなんて、すごすぎる。レオンは本当に不思議だな。最後に、ポムラ君の意味だけど、それはタイ語で愛してる。絶対にわからないだろうけどね、レオンには。まあ今はそれでいいんだ。でも、いつか、いつか絶対に、私はこの思いをレオンに伝えたいと思う。